フォーカスライトコントロールはオーディオインターフェース、スカーレットシリーズやクラレットシリーズの様々な設定やルーティングが行えるソフトウェアです。この動画ではフォーカスライトコントロールの主な使い方や注意点についてご紹介します。まずアウトプットルーティングではオーディオインターフェースの3つの出力設定を行います。出力の各チャンネルが縦方向に配置されているアウトプット、ダイレクトモニタリングの出力を設定するハードウェアインプット、 DAW などのソフトウェアからの出力を設定するソフトウェアプレイバック、今回は1チャンネルに入力したマイクの音声をヘッドホンアウトからモニターするまでの流れをご説明します。左側のアウトプットよりヘッドホンアイコンのある出力チャンネルをクリックします。カスタムミックスを選択します。ハードウェアインプット、アナログ1のフェーダーを上げます。アナログ1が表示されていない場合にはプラスボタンをクリックして1を選択してください。これでマイクの音を直接モニターすることができます。 DAW ソフトなどPC 側のサウンドをモニターするにはソフトウェアプレイバックのプレイバック1、2のフェーダーを上げます。これでマイクの音と PC の音を同時にモニタリングできます。 DAW ソフト側で入力のモニターがオンになっているとダイレクトモニターのサウンドと二重に聞こえてしまうため、どちらかをオフにしてご使用ください。続いてインプットセッティングでは入力に関連する機能にアクセスすることができます。エアーモードやインストとラインの切り替え、パッドなど入力チャンネルごとに選択が可能です。最後に歯車アイコンからアクセスするデバイスセッティングではハードウェアのグローバルな設定が行えます。サンプルレートやクロックソースの設定、チャンネル数の多いデバイスではスピーカーのスイッチングやモニターコントロール、デジタル入力のモード設定などが可能です。サンプルレート 176.4 または 192kHz を選択するとアウトプットルーティングのミックスは無効になりますのでご注意ください。簡単な操作で設定やルーティングが行えるフォーカスライトコントロール、ぜひご活用ください。